マレー山マバショウは東南アジア原産のバナナの一種である。現代の食用デザートバナナの多くはこの種に由来するが一部は琉球場所との交雑種である。およそ1万年前にから栽培される。種商名のアクミナータはラテン語で鋭いの意。果実。マレー山マバショウは木ではなく常緑多年生草本である。幹は 完全にあるいは部分的にうずもれた休憩から生じた幼少が緊密に折り重なった層でできている。果序はこの幹から水平あるいは斜めに成長する。個々の花は白色から黄みがかった白色で負のくつき性を示す。バ花とバ花は両方が単一の果序中にある。バ花は根本側にあり果実へと成長する。バ花は 先端側の角質の図との間にある。果実は細く、消化にあたり、個々の大きさは含まれる種子の数による。それぞれの果実は15から62個の種子を含む。それぞれの花房には、平均して161.76プラスマイナス60.62個の果実があり、個々の果実の大きさはおよそ2.4センチメートル、9センチメートルである。本種の野生のものでは、 種子は直径およそ5、6ミリメートルである。種子の形は球径あるいは角があり非常に硬い。肺は非常に小さく肺腫の先端に位置する。個々の種子はバナナの加食部にあたる澱粉質の柔ら組織に包まれる。典型的なものでは加食部の厚みは種子の大きさのおよそ4倍である。 本種の野生のものは 2n イコール 2x イコール22の染色体を持つ2倍体であるのに対し、栽培品種はほぼ3倍体で単ため結果性であり、種子のない果実をつける。最も身近なデザートバナナの栽培品種は、キャベンディッシュアグンに属する。こうした、有用な栽培品種は、栄養繁殖から得られた、自然突然変異を通して形成された。種子に対する果肉の比率は、 種なしの食用栽培品種において劇的に増加しており23倍にあたる。種子はほぼ不燃で果実の中心軸に沿った黒い天井の粒にまで小さくなっている。芭蕉属の無サ説に属する。芭蕉属は生姜木の芭蕉科に属する。本種はいくつかの亜種に分けられる。本種はイタリアの植物学者ルイジアロイシャスコッタにより著書。 メモリエデラリアルアッカデミアデッテサイオンズ・ディトリノにおいて初めて記載された。本種にあたる植物や本種に由来する交雑種に対しては他にも様々な学名が発表されている。例えばリンネによるムーサ・ソピーンテムは現在マレー山場所と琉球場所の交雑種として知られているがマレー山場所を指す学名で最も古いのはこれらによるもので、 国際植物命名規約に従い、その他の学名に優先している。これらは自然由来とはいえ、栽培品種のように種子を形成しない倍数体を用いて記載を行ったとはいえ、マレーヤマ場賞と琉球場賞の二種を野生の祖先種として認識した最初の著者でもある。マレーヤマ場賞は非常に多様性が高く、6から9の亜種が認められる。 以下は最も一般に受け入れられている種である。バナナの植え付けマレシア植物区ー区及びインドシナ半島のほぼ全域に自生する。本種はより体寒性のある琉球場所と対照的に熱帯気候を好む。琉球場所と広く交雑し、現代におけるほぼすべての食用栽培種に寄与した種である。本種は後に自生地の外にも広がった。これは 純粋に人類の手によるものと考えられている。昔の農家が本種を琉球場所の原生地域へと導入したことで、交雑が起こり、現代の食用クローンが発生した。アブ栽培品種はおよそ4000年前にフィリピン付近へと広がり、太平洋諸島でマイアマオリ、またはポップロ群バナナと呼ばれる固有のバナナ栽培品種をもたらした。これらは、 昔のポリネシア人の船乗りと接触することで、先コロンブス期の南米にも導入された可能性があるとされるが、その根拠は異論もある。西にはアフリカまで広がっている。アフリカでは、紀元前1000年から紀元前400年頃には末に交雑種が栽培されていたことが示されている。最初に導入されたのはおそらくマダガスカルでインドネシアからのものと思われる。 16世紀、これらはポルトガル人によって西アフリカからカナリア諸島へと導入され、そこから1516年にイスパニョーラ島へと導入された。野生では種子によって優勢的に繁殖するか、あるいはヒコバエによって無償的に繁殖する。食用のンため結果栽培品種は大抵はヒコバエから栽培されるか、組織培養によってクローン増殖される。 種子は新たな栽培品種を開発する研究において使われている。先駆種であり、森林火災の直後のように新たに拡乱された地域を素早く利用する。地域に一度定着すると、より大きな生物多様性のための下地を作る特定の生態系におけるキーストーン種とも考えられている。再生が早く、特に野生動物の食物源として重要である。 花をつけるが、それらの構造そのものが、自家受粉を困難なものとしている。花が果実になるには、およそ4ヶ月かかり、根本の房の方が先端よりも先に熟す。多種多様な野生生物がこの果実を餌としている。これには、過食性のコウモリ、鳥類、リス、スパイ、コ行猫、ネズミ、サル、類人猿が含まれる。これらの動物は、 種子散布にとっても重要である。成熟した種子ははしごに3週間で容易に発芽する。発芽していない状態では数ヶ月から2年間貯蔵しても生存可能であるが、種子から発芽したないよりも無償的に生じた陽固体の方が大幅に生存率が高いことを示す研究もある。1955年。 ノーマン・シモンズとケン・シェパードは、現代の食用バナナの分類を遺伝的な由来に基づいて整理した。この分類では、ある栽培種が2つの祖先種の特徴をどれだけ示しているかを用いている。本種のゲノムの特徴をおおむね、または完全に示すような栽培品種は、ほとんどがデザートバナナであるのに対して、琉球場所との交雑種は大部分が料理用バナナである。 マレー山マバショウは最も早く人類によって栽培化された植物の一つである。はじめに栽培されたのは東南アジアと周辺地域である。もともと果実以外の何らかの目的、例えば繊維、健在、食材としての小花のつぼみなどのために栽培化された可能性が示唆されている。早くから単め結果性び種子不性のために選抜されており、これは 数千年前から続いている可能性がある。これはまず最初の食用の二倍体クローンをもたらした。二倍体クローンが野生種によって受粉すれば粘性のある種子が得られる。これによって生まれた三倍体クローンはより大きな果実をつけるために受け継がれてきたと考えられている。後にもう一つの野生素染種である琉球場所の自生地域であるインドシナ半島へと導入された。 琉球芭蕉は本種よりも遺伝的多様性が低いがより丈夫であり、これら2種の交雑によって体幹性の食用栽培品種が生み出された。現代の食用栽培品種はこれら2種の交雑と倍数化に由来する。マレー山芭蕉はその特徴的な姿と歯から干渉植物として栽培されるバナナの一種でもある。 温帯地域では摂氏10度未満の温度に耐えられないため、冬季には保護を必要とする。栽培品種 M アクミナータ、ドワーフキャベンディッシュは、王立園芸協会のガーデンメリット賞を受賞したことがある。ありがとうございます。